将軍アッパレード。本当にうまくいくのかな。ああ、俺の読みが正しければな。最近江戸城内で起きている不思議な出来事の犯人はどうやら家継のお友達天の仕業であることが判明した。慶喜たちはその真相を確かめるべく作戦を練っているのであった。あの猿は真鍋様に執着していたからな。真鍋様に協力していただく。天ちゃんいたずら好きだけど悪い子ではないんです。いじめないであげてくださいね。分かっていますよ家継ぐ。ただいたずらで迷惑している者もいるからしっかり注意しないとね。よろしくお願いしますよ真鍋。私でお役に立てるのならば。例の扉が奴の住処なんだよな。そうです。天ちゃんだいたいいつもお部屋にいると言っていました。扉があった廊下の前で話をしておびき出すんだね。ああそこで捕まえる。はあ、家継様の剣術の稽古相手をしているうちにすっかり汗をかいてしまった。この後の家信様の政務へお伺いする前に弱みをして身を清めねば。さすが真鍋、自然な演技です。お、見ろ、扉が現れた。本当だ、なんか出てきた。天ちゃんです。今エッチの声が聞こえたでしょ。 お風呂がなんとか悟りを開いた天ちゃんに迷いなし。天ちゃんも一緒に入ってあげるしょ。あれが天ちゃん、姿が見えるよ。真鍋様に意識が集中しているからかな。隙だらけだ。確実に仕留めるためには飛びついた時が狙いだ。エッチー待つしょ。天が背中をなくしてあげるしょ。あぶ。それはそれはありがてえな。いやー誰だお前、おっさんの匂い。誰がおっさんだこの猿が。僕が、あ、ちょっとこの野郎、ほら、ほら、ほら、こうしてやる、こうしてやる。エッチじゃない、いないじゃん。それに、おさ、く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 さ。いいぞ、やはり俺の読み通り、美女好きのそいつにとって真逆のむさいおっさんのプレスの効果は抜群だ。読みってそこかよ。俺を何だと思ってるんだ。とりあえず逃げないように縛りましょう。だいたいまだおっさんとか言われるような年でもねえし。天ちゃん、そろそろ機嫌を直して質問に答えてください。天は何にも見えない、言わない、聞こえないじゃ。お前ら天にこんなことして家康に言っててやるしょ。ふん。家康様に。君家康様のことを知ってるのかい。はあ、知ってるものにも家康は天の射程っしょ。何言ってんだこいつ。いたー、ひょん、お前覚えてるしょ。もう聞かな、いい加減にしないか。はあ、あんたが勝手に絡んでくるんだろ。この声は俺に迷惑してるんだけど。自分の非は素直に認めろと言っているだろう。なぜこうもお前には謙虚さがないんだ。そっちこそ変な言いがかりやめてくんない。俺のどこが悪いってんだよ。ああこれだから遅刻野郎はさ、反省だけすりゃいいってもんでもないなんてあんたが一番分かってんじゃないの。ごっくり、
それとこれとは関係ないだろう。話をそらすんじゃない。一緒です。ガチガチの石頭には何言っても無駄。あーやだやだ、頭の中何が入ってるんだろうね。ガチガチにもなるわ、お前と話していたらな。お二人とも落ち着いてください。落ち着いている。息ぴったりだな。あ、お前らちょうどいいところに。お前帰ってきていたのか。あれ、テンじゃん。お二人ともこの子のことをご存知なのですか。ああ、こいつは、うん、だから言ったっしょ、秀忠早く助けるっしょ。お前何か悪さをしたんじゃないのか。ただでさえ家光の起こしたトラブルのせいで忙しいというのに勘弁してくれ。おい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 、聞き捨てならないんですけど。あんたが勝手に騒いでるだけでトラブルでもなんでもないし、仮にトラブルが起きたとしてもあんたの手は1ミクロンも借りずに自分で解決できますんで、お構いなく。お前気にかけてやってる目上の者に向かってその言い方は何なんだ。はぁ、気にかけてやってる、そういうところが気に入らないって言ってんだよ。それに誰が、誰の目上だって。あんたなんていいとこ目の上のタンコブでしょ。うっとうしいだけだってな。なあケーキ、そう思うよな。え、おい慶喜を巻き込むな、迷惑だろう。あのケーキから離れろよ。お前こそ話したらどうだ。まるで大岡裁きの子争いの図だな。こいつの話にならないしょ。まあ、いややず。テンちゃん、声大きいです。なんだなんだ、誰か俺を呼んだか。いややず、こいつらもうマジ使えないしょ。お前の教育はどうなってるしょ。テンじゃないか。おお。とその前に、秀忠家光、話してやりなさい。はい、家康様、あっと。助かった。何があったかはようわからんが、このお裁きの沙汰は喧嘩両成敗。えというわけで、秀忠家光、手を取り合って目を見て、互いのいいところを10個褒め合うの OK。反省しろ。そんでテン、お前戻ってきていたんだな。サッシャ嬉しいだろ。家康様、ご説明を。ああ、すまんすまん。こいつの名前は南光坊天海。え、こいつがあの天海。テンちゃんがどうしたの。家継は知らないか、四天王をはじめとする戦で功績を挙げた方々を武勇の者と呼ぶとすれば、南光坊天海は地に優れ功績を挙げた伝説的なお方。国威の最小とも呼ばれ、家康公を支え江戸を作った偉大な人物だ。だが天海僧正は幕府の体制が落ち着いた後姿を消し、実際に天海僧正を知る者は今の江戸城でも限られていると。ああ、将軍たちの中でも天のことを知っているのは俺の他には秀忠と家光だけだろうな。そんな江戸成立の立役者、天海様はお猿さんだったんですか。そう、江戸を築いてしばらく経って以降長らく旅に出ていたんだが、戻ってきたならさっさと俺に会いに来ればよかっただろう。江戸 P としてはまずは今の城の状況を知る必要があるっしょ。江戸 P？ はあ、ところでさっさとこの縄をほどくしょ。ああそうだね、海舟縄を解いてあげて。ひどい目に遭ったでしょ。えっちー、慰めておじいちゃん。マイチュウィートンブチュマッチュマッチュアーブチュブチュ。私の家臣にセクハラを働くのはやめていただきましょうか。やれやれ。おいて、改めて皆に自己紹介を。
る南工房天海。その実態はみんなに愛されるキュートな天才パーフェクトナイスガイ、エドピーの天ちゃん。好きなものは美人と意地が意地がよろしくしゃ。さっきも言っていましたが、エドピーって何ですか？江戸のプロデューサーって意味っしょ。一昔前は国威の最初なんて呼び方してたけど、ちょっと古いからな。江戸ピーってのが今時っぽいっしょ。はあ、それ今時っぽいか。江戸ピーってのはともかく、実は俺は過去にこいつに命を救われた体温があってな。懐かしいっしょ。あの時天を踏んづけて転ばなかったら、家康は敵国のスナイパーに撃たれていたっしょ。しかし近頃城内に発生していた怪奇現象は彼によるものですよね。故障部屋の天井裏に忍び込んだり、台所で食材泥棒したり、勝手にメールを送ったり、城の女性たちにいたずらしていたのも。それは天がやったやつだな。天ちゃん、みんな困ってたんですよ。威張ることじゃないです。むこれからは気をつけるっしょ。でも天がこの江戸に来たからには、お前たち将軍の天下はますます安泰じゃ。よろしくな。いれば役に立つこともあるだろう、多分な。とりあえず俺の恩人、そして友人として城に住まわせてやりたいんだが、構わないか？家康様の恩人であれば、我々にとっても恩人、異論はございません。いたずらは控えていただきたいですが。同じく。やったね、天ちゃん。これからも仲良くしてくださいね。こうして江戸城に新たな仲間が加わった。江戸ピーこと天。プロデューサーよりもペットのピーだと言われて、城での生活に馴染むのにそう時間はかからなかった。あれ、ところで秀忠様と家光様は？お互いのいいところが一つも言えないまま固まっている。次回、将軍小話その1。